2023年慶応義塾大学法学部の英語講評をやっていきたいと思います。いかにうまく攻略することができるかかな、言い換えになれるようなところに線引っ張ってですね、まあこれはよく出るトピックですね、法学部ですからね。今回 TikTok がどうやって日本で進出していったか、はい、三瀬幸奈さんのところで並べ替えますね。文政省これふざけてるでしょ。どうも、始まりました、アムジェスチャンネルです。今回は2023年慶応義塾大学法学部の英語講評をやっていきたいと思います。不思議な問題が多いよね。まあ、読解自体は読みやすく、選択肢もそこまで難しくない、まあ5択だっていうのがちょっとね厄介ですけど、楽になったって声が多かったと思いますね。インタビューと難単語をいかにうまく攻略することができるかかな。それができればかなりの高得点が狙えるって感じだと思います。会話とかはだいぶ優しめだったしね。だからやってみて思った感想としては、早稲田の方がやっぱむずいなっていうこと、はい、英語はやっぱ早稲田。では行きましょう。最初の謎の共通語補充的なバロー何々って言って、何々 work っていうので入るのは一体何ですか。共通するやつ、なんかフィールド入るかなと思ったんだけど、バローフィールド、フィールドワーク入るかなと思ったんですけど、はい、なかったです。選択肢にグラウンドが入りますね。バローグラウンドね、戦場とグラウンドワーク土台ですね。別に順番に解いていく必要はない。だから他のものだって入るっていうのがいっぱいあるじゃないですか。だから引っ掛ける気満々だなと思って。次はコートはコートハウスとハウスホールドね、ハウスホールド家庭、コートハウスっていうのが裁判所じゃないですか。だからここでコートヤードとか他にも入るわけじゃないですか。だから気をつけなきゃいけない。で次はフェアリーなんで、フェアリーランドとランドレイディーだよね。だってランドレイディーってそんな使わないっす。ランドロードは使うけどさ、女性地主。次がフット、まあこれは簡単かな。フットノート、脚注とノートブックは簡単ですよね。次が意外と難しいんだよね。ホームワード、ワードローブ、クローゼットのことね。それ知ってると強いけど、それ知らないと難しいよね。ホームワードとか、ワードって方向を表すんで、フォーワードとかさ、だから家帰ってるっていうやつだけど、そんな見ないでしょ、こんな単語。これ難しいと思った。で次が法学部だったらね、ロースーとは知らなきゃいけないし、スーツケースとね、はい、スーツケースね。で次はレターヘッドとヘッドラインね、はい、どちらもカタカナだよね。レターヘッド、ヘッドラインっていうか、ね、次はシップヤード、乗船場、ヤードスティック、尺度。これヤードスティック出たことあるよ、どっか去年一昨年解説してるのあるよね。で次はウォーフェア、戦争状態ね。でフェアウェル、バイバイってやつなんで、後半の方が優しい単語が多い気がするな。上の方がなんか他にも入るのがあってややこしいかな。はい、続いて何単語推測していきましょう。あ、まず品詞分けないとダメですからね。この to ついてるやつは動詞だとかっていうのが分かるんで、あとかついてたりすると、あーこれ名詞だな、 moist だと、あー形容詞だなとかね、そういう風に品詞で分けることが大事。最初が inveigled ね、そそのかすとか騙すとかね、ああいうやつでね。2番か acquire by ingenuity、 win over by flattery ですかね、そそのかして騙す。まあ後回しにしてもいいかな、ただ動詞で分かるんで。次は stench、 stench は stink みたいな意味ですね。臭いっていうので、ヒントはすぐ出てたよね。 nostrils、 鼻が出てるから鼻孔ですからね。でもこの単語もむずいか。で次が the paucity of it ですね。そう、なんとか of it っていうのね、まあ数が多いとか少ないによく使われるよって言ったやつですけど、授業とかで very little っていうのでロック。で次は rooms dank atmosphere っていうので形容詞 atmosphere と使うっていうのが分かるんで、 moistを選べばいいですね。そう、私ずらっと並んでるけど、言い換えになれるようなところに線引っ張ってるんですね。そう、全部読んでたらこう時間もったいないじゃないですか。だから形容詞の部分とか動詞の部分、名詞の部分っていうのをバッ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 と線引いてます。で次はラミッチ、ラミッチスルーだよね。こう書き回してこうやって探すっていうので、まあ文脈でもいけますね。サーチで次がディトライラスね、はいはい、ディトライラスオブチャイルドフッドって書いてあるから、子供の時のこうってアキュミレーションオブラビッシュね、ゴミ残骸とか残ってるやつのことを表しますよね。で次がヒディクライドタルニッシュドランプっていう風になってるんで、見つけるがぴったりですね。要素の分量凝ってるんでちょっとめんどくさいです。でタルニッシュがまあ一番簡単かな、この中では、この中ではですね、出てくる中で汚れてるやつだからフェイディッドね、はいはい、ゼロってきて、でバーニッシュ光らせるわけでね、磨くわけでね。だからこうで、あゴースね、はいはい、びっくりってですね、英検級で出たんだっけな俺。だ後半はまだ見たことあるのが多いかな。まあとにかく品詞分けて推測ですよ。
はい、続いて空所を補充していく会話問題ですね。これは優しめだったと思いますね。埋めていきましょう。21が It adds to our burdens without giving us any real benefits in return。 成人が18歳になってって話ね。最初がまあ I think that みたいなのが入ればぴったりなんだけど、ないから I can't help thinking that こうだとしか思えない。18歳で成人になることっていうのが重荷があるだけでベネフィッツなんかねえよ。で Really? How so? なんで?って言って、で後ろに Vote at 18っていう風に来てるんで、動詞が来てるんで、だから5番 We've already been able to for more than 5 years now っていうね、現在完了の印とも相性がいいし、3番は We are now free to っていう現在形になっちゃってるからね。で You mean get ourselves into debt って言ってるので、まあこれも後ろに動詞の原形来てるから We are now free to っていうので3、こっちすぐ入れられますね。でやっぱり文法で区切ること大事だよね。で Well なんとか Like being independent andっていうので、そこの like が動詞だってですね、 like being independent っていう、そこの like が動詞だってことに気がつけば、あ、主語入れればいいんだっていうので3の I for one ですね。 for one のとこぶった切れば I like being independent じゃないですか。で次が the one signed they can be extremely hard to get out of ですね。そうだ、契約しちゃったらもう抜けらんないよってやつね。 they っていうのが those contracts を表してますね。で次 okay you have a point but while we may have more freedom nowAt the same time, freedom があっての逆だから、同時にってきてるから、We've got an awful lot more responsibility to ですね。責任っていうのを入れてあげるわけですね。で、次は、How about the fact that now we are eligible to serve as lay judges in court cases? そうですね。裁判員制度やってるじゃないですか。まあ、これはよく出るトピックですね。法学部ですから。だから、I won't deny that the prospect of being a lay judge on a serious criminal case worries me っていう風にマイナスの面になってるので I won't deny ですね。否定しない。だからそう思うってことですね。賛成してるわけです。次が commit crimes like robbery っていうのの続きに来てるから、犯罪だから they can be tried in criminal courts ですね。あ、コート出てる。裁判所で、ね、裁判にかけられるわけです。次が you're old enough to vote and I'd add っていうのを入ってますね。加えてってことね。Vote and marry。まあ、add っていうのが何か言うときとかによく使えるからね。add that とかって、that 説取ったりしますからね。で、次が、I don't think it'll be a problem for me。問題ないよって言ってですね。ね、I think, I don't think, I agree とかでやればさ、簡単なのにわざわざいろんな表現使ってますね。はい、続いて、インタビューですね。この役者さんだったりにインタビューすることはよくあるんですが、まあ、代名詞とかきちんと分かれば、行きやすいね。Is it still fun to be in front of the camera? って言って、Yes, no question で言ってますね。3番、Yes, of course, because, だだだだだっていうのがぴったりですね。0は Yes, me too だから意味不明。5は No, because life is good now が、だから、つながんないです。で、次は、Would you say that acting is a question of instinct and talent rather than something you can be taught?って言って、I think you can learn to say something with one gesture instead of nine とかっていう風に続いてるけど、これはでも後回しでもいいと思った。ぶっちゃけ。ここに、fiddling around っていう表現が出てるんですよ、7番に。で、fiddling around って34にいるんですね。You called it fiddling around って書いてあるから、そのことを fiddling around って呼んでいたって言ってるので、fiddling around は34より前に出てくるはずなんですよ。でも、33と7繋がんないんで、あ、だからここだろうなっていう風に実は判断しました。僕先に説問全部読んじゃうんで。33が1なんで、1ここに入れた時に、ってことは、fiddling around っていうのは32のところに出てくるんだろうなって思って読んでましたから。1のところに、は I offer them っていうのが入ってるからディレクターのねことを指してるんで、まあ、ここではの質問とかで That Director だけど、当然映画によって監督っているわけですからたくさんいるんでね。で Fiddle around して Do you have the feeling that there is generally too much acting around? まあそれが Fiddle around ね。 In the theater and in the movies? って言ってカメラマンの人たちはそれ嫌だで、4で繋がる。で、次が、Actors are opposite of people. How much of that is true? When you are playing different parts, how do you retain your center of gravity? ですね。自分のコアパートみたいなやつよね。核の部分をどうやって取っといてんのみたいなね。で、それが2で、It is a struggle なんだよね。ただ、ここも結構難しいね。だから、他をやってからでもいいと思った。Are there warning signs? ここが簡単だよね。Yeah, maybe exhaustion っていうのがこれ繋がりやすいんで。実はこの warning sign の前として、It can drive me insane とかっていうのも2番にあったんで、ああ、絶対ここだろうなって思いながら言った。で、次が extreme situations って言って、yes, me too. そう、me too って出てるってことは、必ず別の人が出てるはずなんで、そのインタビュアーが私こうなんですよっていうか、誰々さんがこう言ってたっていうのが出てくるはずなんで、これは分かりやすかったかな。その extreme situation の snapping が出てるかね。で、最後が regret するのはあるっていうのに対して、no, because life is good now って言ってるので、ここは簡単ですね、5は。なんで、埋めれるとこからやっちゃうのが得策かなと思った。
一個一個無理に全部読んでやってたらすごい時間もったいないじゃないですか。トピックや指示詞でバンバンやっていくっていうのが楽かな。はい、続いて読解ですね。今回 TikTok がどうやって日本で進出していったかっていうので、まあ読みやすかった、当然私としてはね。 TikTok もやってますし、 TikTok について詳しいから、ドインですからね、中国の。最初が段落 A についているのは、 Certain internet tendencies common to Asian nations suggested TikTok could succeed there。 そうですね、で日本は大変だったって書いてあるけど、でうまくいくとこいかないとこあるよみたいな話だったよね。で次がその TikTok の会社のモットーみたいなんで、いやこれ正しい英語が1個しかないってだけでしょ、なんだこれって思った。 Work to hard, have to fun, make to history だから、それで使うのって3じゃんっていう、なんだこの問題って思った。意味何も関係ないですね、コロケーションだけで。次の並べ替え、ね、文政序、これふざけてるでしょ。文政序ってもっと難しくなかった？こんなにさ、選択肢ばらけさせる？スタート1,2,3,4,5で全部バラバラなんだもん。この時点で相当パターン数減っちゃうじゃん。で、しかも、1が The problem was the Japanese are known to be self-conscious and value privacy. Privacy の話してて、で、5で Many prefer to, ほら、Many Japanese ですよね。Prefer to remain anonymous online ですよね。そう、Privacy 気にしてて、Anonymous、匿名になりたいって、1と5が繋がるって分かって、1、5が繋がるのが4しかないんだよ。だからこれ、すげえ早く解けるって思った。次は not expressed in paragraph D ですね。載ってないのは。まあ、4が明らかに変ですね。There are few talented young workers in Japan because of the country's low birth rate. 全然関係ないやもんな。他はま、2、5はっきり書いてて、1、3は、うん、そうかなみたいな感じだな。はい、次、KOLs ってどういう意味ですかっていうので、Key Opinion Leaders です。こんなのは全然知ってる人ないですね。読めはわかる。Korean Online Legends! 誰だ続いて並べ替え問題。はい、木下ゆきなですね。はい、木下ゆきなさんのところで並べ替えます。空欄の後ろには、They immediately contacted her representative office という SV、主説が来ているので、従属説を作ります。選択肢の中で従属説作れるのは once だから、まず once でいくと。で、had と become は繋がりますね。become 単体で置けないもん。だって、主語になるとしたら team と c。まあもちろん operations become の可能性はあるけど、時制がおかしいじゃん。現在形になっちゃうから。で、C は絶対主語になる。で、木下ゆきなを見つけるのは TikTok 側だから、The operations team discovered she had become a user ですね。はい。木下ゆきながユーザーになっていたってことに気がついた。で、operations team とか、こういうふうにまあほら、名詞に名詞がくっつくとき S が取れるとか言ってますけど、そうならないときもめちゃくちゃ多いです。だからこう、operations team とかっていうふうになってますね。で、別にこれを知らなくても次の段落の一番最初にThe Operations Team って出てきますんで、 TikTok の運営最近送ってこないな、 LINE TikTok グループもう変わってんのかな、もしかしたらグループ、教育のグループに私入ってたはずなんですけど次 G が TikTok Japan advertises itself via other social media companies、 そう Twitter のことが書いてましたね。 While enjoying very little direct competition、 そう他のとこはうまくいってないって書いてあったね。 Facebook、Snapchat、YouTube、 Mix チャンネルってこれ Mixi のこと、まあ YouTube は今はショートとかあるけどね。 Facebook も普通にリール流せるもんね、インスタの。はい、次電池問題、これめちゃくちゃ簡単ですね。47のパティシペイトインさえ分かればそれで終わりじゃん。5が正解。もちろん Aversion 2とかは総計だったら知っててほしいですよ。反対側ですからね。で Concerns About とか Promise Doing からね、変わってった Transferred Over to TikTok Japan で、パラグラフ I のサマライズしてるのは4番。As time went on, TikTok Japan changed to employing only Japanese staff. そう、日本人だけでって書いてあったね。Became more highly regarded, was given more say in how it ran its affairs, and used both direct and indirect marketing strategies to promote itself. そうですね。日本だとプロダクトプレイスメントができないからとかっていう話も書いてあったね。駅看板とかいろいろ書いてあったね。はい。こういうふうに TikTok がどうやって日本で広がっていったかなんで、一番の TikTok, its pathway to success in Japan が正解ですね。こんなの出んだね。内容に驚いたよ。もうわかりやすい。安かったんですけどね、その分ね、自分にはね。はい、受けた皆さんどうだったでしょうか。感想をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.